この度引き続き文部科学行政を担当することになりました高木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず総理の方から指示がありました事項について何点か申し上げます。一つはこれまでも大変国民の関心の深い新卒者などの就職支援の問題でありまして、この件については厚生労働省と十分連携を取りながら、あるいは経済産業省とも連携を取りながら、しっかり学校を出て仕事が見つけるような、そういう双方の改革について取り組んでいただきたいということであります。また公立高校の無償化、授業料無償化について着実に執行するように、また大学等の奨励奨学金についてもその大幅な拡充を目指すなど、教育費の負担軽減についてこれからも引き続き取り組んでいく。また将来日本を支える人材を育てるためには、何と言いましても教員の資質や数を重視することが重要です。この点についても引き続き実現を図っていく。また大学や教育機関の教育力の向上について、科学技術の力は我が国にとっても大きなものがございます。世界をリードできる人材を育てる、こういったことが総理の指示でございました。言うまでもなく、我が国が持続的発展をの支える人材、そしてまた世界に貢献する人材を育てるためには教育行政は極めて大事であります。また科学技術においては資源の少ない我が国にあっては、これからも大きな国の柱にならざるを得ないと、このように思っております。またスポーツや文化においても豊かな人間性の構築のためには欠かせないものでございます。特にそういう意味で、私の取り組むべき大きな課題は何といいましても、平成23年度の予算案と関連法案の早期成立に努力をすることだと考えております。特に小学校1年における35人学級を実施するとともに、大学の教育、研究基盤の強化を図ります。また、大学等の奨学金の事業、授業料減免の充実などで、教育の負担を軽減をしてまいります。さらに、科学研究費の増額によりまして、基礎研究や若手研究者への支援を行ってまいります。さらに、暮らしや環境、いわゆるライフ・グリーン・イノベーションの推進を図ってまいります。なお、言うまでもなく、スポーツ立国戦略の着実な推進と、そして、文化芸術振興の基本方針に基づく文化芸術の振興について図ってまいりたい。このように考えております。これからもしっかり取り組んでまいりたいと決意をしております。私からは以上でございます。大丈夫です。共同通信社の役割です。教員要請の見直しのあり方について質問します。昨年ですね、中央教育審議会の特別委員会で修士化を踏まえた新たな教員免許制度をですね、報告を示されました。今後 教職員免許法の改正などを含めたですね、措置が必要だというふうに見られますけれども、国会のねじれ状況を踏まえたですね、見直しに向けたスケジュール感について現段階でどのような認識をお持ちでしょうか。はい。
ご指摘の教員免許については、現在、中央教育審議会でご議論をいただいておりまして、いまだ結論が出てない状況でございます。私たちとしましては、教員の質と量の向上、充実については大きな問題だと思っておりまして、さらにこの答申を待って、できるだけ速やかに検討してまいりたいと、このように思っております。なお、提案ができるまでは、現状の法律が有効になっていくわけでございます。朝鮮学校の無償化、お名前お願いします。お名前お願いします。共同通信の太田といいます。朝鮮学校の無償化についてですが、文科省続投が正式に決まった上で今後、どういった対応されるか、今日指示書を受け取られた時にも総理と官房長官に、懸案事項だということでお伝えしているんですけれども、今後具体的にどういう行動を起こされるかお願いします。この件につきましてはですね、昨年の11月の23日、北朝鮮の砲撃によりまして、政府を挙げて、情報収集に努めるとともに、不測の事態に備えたところでございました。このことによって、手続きの一時停止をしておりました。事態の状況については、今なお十分見極める必要があろうと、このように思っておりまして、現段階でいつそれが適切かということは申し上げることではないかと思っております。いずれにいたしましても、総理の指示を受けて対応してまいりたいと思います。あと1問でお願いします。すみません。はい、じゃあ奥の方。 NHK の田村と申します。関連ですが、今一通と申し上げる状況ではないということでしたが、その今後手続きの再開に向けてどのように行動していきたいというふうに思われますか。いずれもですね、手続きの再開については、朝鮮半島の事態の好転を私たちは望んでおります。今このことについて、判断をすることは極めて困難であろうと思っております。いずれにいたしましても、総理はじめ関係省庁とも連携を取りながら対応してまいる考え方であります。はい、以上をもちまして高木文部科学大臣の記者会見を終わります。ありがとうございました。どうもありがとうございました。